はい、本日は私北山水泳から一個ご報告があります。そちらがですね、なんとアリーナさんとアンバサダー契約が続行決まりました。ありがとうございます。いやー嬉しいですね。はい、以前の動画でですね、アリーナアンバサダーが、まあ、1年契約なんで12月31日でもう切れちゃいますっていう話はしましたけども、まあもう一回応募しました。そのところですね、なんと私の契約続行が決まりまして、今年1年間またもや私はアリーナアンバサダーとして活動していくことが決まりました。ありがとうございます。はい、まあ今回はね、もともといたメンバーから2人ぐらい追加されまして、はい、こういったメンバーで、はい、今年はアリーナアンバサダーをやっていきます。まあ競泳のみならず、まあトライアスロンであったり、ダイビングの選手であったりといった方々が、今回追加されまして、いろんな方面にアリーナの商品を、紹介していこうという感じになっております。はい、今年はね、私もアリーナの水着とか新しいやつとかも購入していきたいと思ってるんで、まあその辺の商品もしっかりとレビューをしていけたらなというふうに思ってます。またアリーナさんと結構話し合いもしてまして、 YouTube も結構いろんな、まあ、選手であったりアリーナ契約選手の情報もアリーナさんからいただいて、紹介していくということが決まってますんで、今年は、去年とは違ったアンバサダー活動ができていくと思います。はい、では今回以上になります。よっしゃ。2月11日そして2月23日にオリンピックメダリスト中西優子さんと私北山水泳でのスイミングレッスンを行います。場所は尼崎でございます。はい、興味がある方は下の QR コードから応募よろしくお願いします。